まあ、ニューエラーを取ってきた話もちょっと気になるんですけど、大井祐介さんのそうです、ね、仕事だと聞いて、どういう経緯で、それは、はい、これはあの僕が去年戻ってきた時に、はい、東京に戻ってきた時に、もともと進行だった、はい、ニューエラーのマーケティングの方、はいでまあ、その方に挨拶を、展示会にお邪魔させてもらったんですけど、はいまあ、その時にこう挨拶をし終わってで、一通りホールみたいな展示会を見て、はいまあ、すごいかっけえなって思って、はい、でこうパーってこう、いろいろこうウェアを触ったりとか、はい、色とか全部見せたら、はい、これうちのチームで作ったらすごい面白そうだなって、でまあ、ニューエラーのこともいろいろ調べたりとかすると。